ちょっと始まってみないと分かんないですよね、うん、ちょっと次行こう、はい、お正月ね、はい、2020年ってもう数字がやばい、数字がやばい、2020で SF みたいな、なんか2020、はい、オリンピックイヤー、オリンピックイヤー1月1日から5日までは、はい、お正月ぐりやりますと、はい、これは毎年同じイノシシだよね、ちゃったっけ2020、じゃ今ネズミ年だろ、ねえ、よし、ねえじゃん、ね、あ、ネズミじゃん、ミッキーじゃん、あ、俺は年男だ、お、36、すげえ、ミッキー36、マジか、はい、年男です、あとこれネズミでしょ、はい、マウスイヤーです、マウスイヤーだよ、はい、なんかすごそうだね、あんまり書いてないね、なんかネズミ5日かしかやりたいです、しかもしれっと書いてあるよ、なんかネズミ年だからパークのミッキーミニーがとかそういうことも書いてないね、ないですね、ディズニーランドパリでさ、はい、イースターの時にさ、あのディズニーキャラの全てのウサギキャラが集結した写真だったやんか、去年か、うん、一昨年ぐらいに回ってきました、これネズミ年だからディズニーの全てのネズミキャラが一堂に会したら面白いと思うんだよ、だってミキミニ、スージー、パーラー、ジャックとガス、ビアンカとバーナードで、レミ、レミこの間出ました、そう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 、いいですね、想像してみちょっと新しい、新しい、新しい、前例がないんです。これやってほしい、これ。ちょっと面白そうです、ね。ちょっと考えててもらおうか、これ。まだ1年あるから、ね。1年ありますから、ね、うん。確かに。俺の動画で、そうだな、確かにってなったら嬉しい。2020年。2020年。まだ1年あるよ。そうです。はい。じゃあ、これ来たいってことで。いや、どうなんだろうな。来年、これは再来年ですか、再来年、うん。来年はイノシシ。イノシシ。だから、プンパー。プンパー。プンパー。プンバー。プンバー。プンバー、ごめん。プンバーはもうやるって言ってるよ。プンバーグッズいっぱい出るよってリリース出たんで、あ、そうなんです、うん、だからもう毎年クリスマスのイベント期間中に早くも正月グッズが出るっていう、そうそうそう、フライングすぎる、フライングすぎる、なんで再来年ネズミ年はかなり期待です、はい、はい、次1個は、はい、1月10日から3月までスペシャルプログラム、確か書いてある、うわっと書いてあるね、はい、でこちらアナ雪イベントの後釜みたいな、後釜はまだ考え、はい、まだないみたい、それであ、ランドでは、はい、新しいプログラムを実施します、内容未定ではね、新しいって書いてあるんで、はい、アナ雪に代わる新しいプログラムをやりますと、ディズニーの仲間たちと一緒に盛り上がるショーベースで期間限定のエンターテインメントプログラムの実施と、ショーベース期間限定って何のこっちゃと思って、はい、よーく読むと、はい、衝撃の一文、はい、米印、ワンマンズドリームは2019年12月13日で終了します、はい、とうとう来たよ、岸、これね、ワンマン終了は俺別動画でやりたい、やりたい、そうですね、で今一言言うと、はい、正直俺はいつ終わってもおかしくないと思ってた、実はさすがに長いんで、はい、まあ、あとその、2020年の、うん、美女と野獣エリアの新シアター、うん、新シアターもあるので、はい、その2つがあるので、うん、まあ、いよいよ来たなって感じは正直するね、まあ、これは、うん、あと1年以上ありますけど、まあまあまあ、はい、確かにね、なのでこれはちょっとまた別動画で語りたいと思いますので、はい、分かりました、一旦ちょっと衝撃の一文が、そうですね、かなりビビった、これは、ね、ついにこの日が来た、うん、はい、ここで、まあ、名だたるレギュラー賞がまた一つ消えていった ね、 そうですね、まあまあまあ、ちょっと、はい、また別動画しますね、はい、次いきます、はい、で冬の内容が具体的に書いてあるんだけど、はい、ランドはまだ内容を見て、 C の方は、はい、ピクサープレイタイム継続3年目だ ね、 ね、これはね特に変わったことが書いてない、トイストーリーやモンスターズインクでおなじみピクサー映画のキャラクターパークでさまざまな、はい、体験型デコレーションが書いてあるので、おそらく同じだと思います、うん、ただそのライトニングビクトリーラップとかレミーのレストランとか、はい、ああいうショーとかどこまで同じかは書いてないね、あとピクサーも新しい映画とかも、ね、できているので、というか、うん、ミゲルじゃなくて何でしたっけ、リメンバーミー、リメンバーミーが出るかもしれない、そうそうとかね、うん、あるので新しい中ちょっとしたアップデートあるかもしれないね、はい、個人的にはやっぱ俺ライトニング好きなんで、あ、ビクトリーラップ、うん、やっぱあれ継続してほしいんで、うん、あれ意外といいんだよね、単なる、ね、練り歩きかと思ったら、はい、ダンサーめちゃくちゃかっこいいし可愛いし、ね、動きもすごいかっこいいし、はい、
俺あれ実は仮装やるんだよ、ダンサー。今年ですか。今年いいですね。あれ登場シーンとか旗振るとかめっちゃかっこいいんだよ、あの踊り。ちょっと真似できないぐらいかっこよくて。旗はちなみに持ち込み可能なんですか、うん、小道具で。小道具俺一応作ろうと思ってるよ。長さ制限はその中に多分いい30センチです。30センチかな、多分大丈夫、はい、最後のコンフェテがパーッと舞うところもさ、背景ディズニーシーのタワーブテラーが背景にダーッとなって青い空にコンフェッテ舞うとこ本当いいし、カーズすごい好きだったんで本当なんかね良かった。あれはなのでまたやってほしいなと思ってます。はい、そしてスイートダッフィーに代わる新しいイベントですね。ダッフィーのスペシャルプログラム、はい、ダッフィーフレンズが大切な人を思い合い、お互いに贈り物で気持ちを伝え合うとコンセプトにしたプログラム展開と。はい、これはスイートダッフィーに代わる新しいイベントだね。はい、名前なんて言ったかな、ハートウォーミングデイズだっけ、去年はね、はい、今年か、うん、なので、はい、去年の今年、うん、スイートダッフィーかどうかは分からないが、はいはい、毎年恒例の冬イベントがありますと。はい、はい、以上です。いや、まだもう一個あります。何、バレンタインナイトがバレないか、はい、書いてないからないんだろう、はい、いよいよか。いよいよっていうか、まあもう亡くなって2年ぐらい経ちますから、うん、バレないね。まあ、そうだけど、去年というか、まあ今年、うん、2018年もなし、うん、2019年もなく、2020年もなし。でもね、実はリリースにないけどちょこちょこひっそり終わってるものはあるよ。例えば夏限定のキッズイベント、なみなみなとかさ、 あ、はい、ね、ああいうのもないので、リリースにないだけでひっそり終わってるものは、まあ、あるっちゃあるんだよね。ちょっと悲しい、寂しい。でもさ、いやでもさ、ないだけで追加であるかもしれないじゃん。例えばこの冬のプログラムだってさ、キャンパスデイズのこと書いてないじゃんか。 で、ね、でも冬になったらキャンパスデイズやって、はい、あのタワーオブテラーのさ、レベル13に変わる、なんだっけ、アンリミテッドなんとか、そうですね、うん、っていうのもこれ書いてないだけで追加であるかもしれないから、まだわかんないよ、まだわかんない、うん、あとリリースないだけでさ、はい、その2022年の新しい美女と野獣エリアでさ、うんうん、バレない2があるかもしれないじゃん。確かに。なのでハートオブロマンス2、うん、2あるかもしれない、はい、はい、ので今んとここんな感じ、はい、いやー、もう衝撃の内容もあれば、がっかりなこともあれば、マジかっていうのもあれば、すごい感情の起伏が激しいジェットコースターのようなこれリリースだったね。一喜一憂とはまさにこのこと。いや、梅さんの、うん、その、うん、多分キャッスルショーを経験している世代と、うんうんうん、してない世代なので、うんうんうん、僕はどっちかっていうと、うん、がっかりが多いです。あ、ワンマンがないやっぱり、うん、はい、そこです。その言うて何キャッスルショーみたいな感じの部分もあります。うん、そっか、はい、うん、でも俺ワンマン、さよならワンマン2回目だからね。そうですね。あのね、これ後でも動画で言おうと思ったけど、はい、さよならワンマンを経験してる人は、はい、1996年かな、なんで2回目なんだけど、はい、その頃の人は結構ずっと俺という人で、年パス25年って言って初代ワンマン最終回知ってる人はいると思うんだけど、はい、その時を経験してる YouTuber は多分いないと思うので、なかなかいないよね。うん、だから2回のさよならワンマンを経験してる貴重な YouTuber、 そうですね。まあ、いや、まあこれは別動画で言うけどさ、いや、もうみんなのショックはわかるよ。うん、まあまあ、でも次のショーも期待ですし、はい、うん、でもせっかくいい締めを言ってるところに、ミニオと一緒で新しく始まったショーはやっぱりダメだったって僕まだ、ちなみにまだパーティーグラ見てないです。え、なんで見てないの。アメキャンだったり、アメキャンか、抽選に当たらなかったり。 で俺は、はい、新しいパーティーグラは、はい、別に悪くはないと思ってる。あ、本当ですか。悪くはない、うん、でもミニオンが大好きだった人はないわと思ってがっかりしてると思う。あ、そうなんですね。でも俺は悪くないと思ってるの、うん、っていうことは俺ミニオンそんなに好きではなかったってことだね。いや、そんなことはないじゃないですか。うん、でも俺フィエスタトロピカールがやっぱ好きすぎて、あ、やっぱミニオンを見てるとどうしてもやっぱフィエスタトロピカールを引きずってるなと思ったもん。あ、うん、やっぱ俺はフィエスタが究極で至高だった、あのアドベンチャーランドステージはね。うん、ミニオンはやっぱりね、フィエスタの7掛けだった、はい、今だから言うけど、
でもやっぱりそいい意味でこう千葉き肉踊るっていう、うん、テーマは継承しつつ、でも内容はやっぱりっていう、ピエさんの方が上だった、うん、まあ俺はね、うん、だからまあでもミニー主役だからそれはそれ良かったけどそこ、うん、まあね、はい、まあ、なのでだから俺前も言ったけどオーバーズウェーブが好きすぎたから、はい、テーブルダメだったし、確かにもうトロピカルスプラッシュ大好きだからパイレーツダメだったっていうのはあります。初代ワンマンが大好きだったから、うん、その後始まったフィル・ザ・マジックダメだった、うん、だから今のワンマン本当ファンが多いので、うん、次のショーはもちろん期待してるけど、ワンマンズ・ドリーム2は、うん、ちなみに何年、うんうん、右元同じ年だった、2004年だ、うん、2004年、うん、15年か、うん、いやこれはまあ別動画で話そう、まあ、そうですね、うん、はい、ワンマンはなので1年間いいんじゃないの、俺はやっぱり、うん、あのキャッスルショーが始まったり、うん、セレブレート5年は続くと思ってたらあっさり1年で終わらせたりとか、はい、ちょっとすごいなと思ったよ、うん、結構予想を裏切りますね、裏切るよね、うん、でソアリンも来るでしょ、うん、で美女と野獣エリアが来てディズニーシー新エリアも始まるので期待は高まる。あのね、こんなにね未来のことをね次々と発表してくれるってそうそうないと思った、全体的に見てて、あの D オタぐらいですよ、うん、あの、はい、なんていうんですか、こんな先のことまでなんか楽しみにできるって、うん、あの D オタじゃない普通の一般人って、うんうん、もうすぐオリンピックだですからね、そうだよね、オリンピック終わった後のことって全く想像つかないですから、うん、2021年とかね、はい、だから品川駅 の、 あの隣の駅が新しくできる、うんうんうん、その程度ですから、うんうん世間一般のもうちょっとないあれね、駅の名前気になるよね、気になりますし、本当、うん、そのレベルですよ、うん、D オタくらいですって、もうこんなに2年3年先まで楽しみがある、楽しみがあるって映画とかゲームソフトも、はい、結構未来のこと言うけどね、うん、うん、確かにディズニーぐらいだよね、2年3年先まで予定計画言ってくれるのって、いやもうだってその間にあれもありますからね、ディズニーシー20周年そうだよ、はい、なのであのランド40周年もすぐだしね、すぐ今やってるの5年後だけど、あっという間に60歳になります、本当感動して 俺さ30歳の時の、はい、ね、15周年って俺すごいちょっと前だったんだよ、カリエンテ、まあ、ディズニーカーニバル、ディズニーカーニバル、うん、すごいちょっと前だったんで、20年本当早い、はい、こんな感じで2019年度のスケジュール、はい、楽しみだね、はい、そうですね、皆さんのまたこういうコメントとかも、なんかね、あのこのリリースの中で特にここが気になりましたってコメントあったら、あの感想があったらぜひコメントで教えてください、はい、待ってます、お願いします、はい、じゃあ長丁場、長い時間ありがとうね、いやー長かった、誰もいないよお客さんも申し訳ない、キッシュありがとうね、とんでもないです、はい、キャストの皆さんもありがとうございます、じゃあね、はい、またね、